アイソネックスの藤井です。今日はですね、ナーセントパッド三角形、緑の三角形の本当の使い方、今度は側外編ですね。よく側外でこれ使われるんですけども、結構皆さんいろんな使い方されてますんで、正しい使い方やってみようと思います。よろしくお願いします。この三角形、本当は 2P とかね、3P とかでセットで売ってられるんですけども、どうしても施設とか病院になると1個しかこの利用者さん使えないって場合が多いんですよね。そういった場合、結構側外でも、そうですね、こういうふうにぐさっと1個だけ刺されている、こんなような状態が結構多いと思います。しんどいんですよね、三角だからこれ痛いのよとかね、これは良くないとかって言われることもあるんですけども、正しい使い方はですね、まずこの三角の肩のラインまで上に上げて、肘やね、がこう肩が乗るぐらいまでで結構なんですよ。で、必ず2つ実は使ってもらいたいんですよね。はい、全部支えて、で、ここが支えるところがないんで、市販の枕で構いません。で、ラインを整えるように入れていきます。はい、で、どうしてもね、肩が落ちてしまう、肘が落ちてしまう場合は、はい、こんな市販の枕で支えるところを作って、手の位置も気をつけてあげてください。そしてここから重要です。しっかり三角形ね、乗らしてあげてる、ね、乗らしてあげる、厚抜きしてあげる。で、確認するところは仙骨厚かかってないかな、そしてこっち側のね、大天使とか、この辺を厚かかってないかなっていう角度にしていきます。はい、背上げを最後ちょっとだけします。呼吸管理ですよね。はい、重要なのは並びがきちんと整ってるかどうかです。こっちが高くなってこっちが低くなってるかなってことが大切なのと、三角1個だけグサッだと筋緊張も高くなって支えるところも減ってますんで、しんどい姿勢になっちゃいます。正しい使い方っていうのは、このように使ってください。以上です。